今日も皆さんと一緒に聖書の言葉から学ぶことができますことを心から感謝をいたします。2023年の救世軍の標語はさらなる深みへであります。私たちはイエス・キリストを信じるときに救われ、神の民とされ、どこまでも信仰的には成長していくことができます。成長することを通してキリストに似たものとされていく。なんと大きな恵みが備えられていることでしょうか。神様が私たち一人一人に求めておられるのは、さらなる信仰の深みへ踏み出して成長し、キリストに似たものとされることであります。この一年を通してさらなる深みへ踏み出してキリストに似たものとされていく恵みを深く味わいたいと思います。コロサイの信徒への手紙2章6節から19節を見ますと、さらなる深みへ踏み出すための3つのヒントが記されております。第1、キリストに根を下ろして生活する。キリストに根を下ろして生活する。私たちの周りにはイエス・キリストから引き離すところの誘惑が数多くあります。コロサイの教会の人たちもその誘惑と戦っておりました。ある人たちは昔ながらの言い伝えについて議論をしたり、天使礼拝をしたり、儀式に熱中することによってキリストから離れてしまうようなことが現実に起こっていました。そこでそれらの誘惑に勝つためにはどうしたらいいのか。7節を読みたいと思います。7節、キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って溢れるばかりに感謝しなさい。キリストから引き離すところの誘惑に対して私たちができることは、キリストに根を下ろして生活する。それは溢れる感謝を持って生きることであります。根を下ろすとは、深く掘ってがっちりさせ、固い地盤に家を建てることであります。それは聖書の示す信仰の岩であるキリストに土台を置いて生きることであります。マタイによる福音書7章24節から25節、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。土台、それはキリストであります。どんな時にもキリストを中心に生きる。そのためには何が必要かというと、あふれるばかりの感謝を捧げて生きる。イエス・キリストを信じた人はあふれるばかりの感謝を捧げながら生きることのできる人であります。なぜでしょうか。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかってくださり、その十字架を信じたことによって罪が許され、神の民とされ、何があっても大丈夫な人生に導かれているからであります。一つ一つ神様に感謝をしたいと思います。それも溢れるばかりの感謝を神に捧げたいと思います。テサロニケの信徒への手紙1、5章16節から18節。テサロニケの信徒への手紙5章16節18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。何があってもキリストから離れない。キリストを土台としてキリストにあふれる感謝を捧げて生きる。それこそが神様が私たちに望んでおられることであります。キリストに根を下ろして生活したいと思います。第二に、キリストの権威と支配の中に生きる。
キリストの権威と支配の中に生きる。コロサイの教会の人たちは誘惑と戦っておりました。天使礼拝をしたり、哲学にふけったり、儀式に熱中したり、そういう中でキリストの権威と支配を忘れておりました。すべての権威と支配は神様のもとの中にある。神様がすべての権威と支配を持っておられるお方である。このことを決して忘れてはいけません。人間が考える考え方は時代や状況によって変化しますけれども、キリストの権威、支配は全く変わることなく、私たち一人一人に注がれている最大の権威と支配がキリストの中にあります。8節から10節を読みたいと思います。8節から10節。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。キリストのうちには満ち溢れる神性が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。キリストはすべての支配や権威の頭です。キリストはすべての支配や権威の頭ですとあります。教会はキリストが頭であります。私たちの頭はキリストであります。すべての権威と支配の頭はイエス・キリストです。このお方に従って私たちが歩むならば、絶対に間違うことのない人生を送ることができます。ぜひともこの神に信頼したいと思います。箴言3章5節6節。箴言3章5節6節。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には耐えらず、常に主を覚え、あなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。すべての権威と支配を持っておられる。すべての支配と権威の頭である神に従うときに、神が私たちの道筋をまっすぐにしてくださる。なんと素晴らしいことでしょうか。すべての権威と支配の頭はキリストであります。このキリストに私たちは従いたいと思います。第3番目に、キリストの勝利の中に生活する。キリストの勝利の中に生活する。私たちの人生においては現実に勝ったり負けたりということが起こってまいりますけれども、私たちの救い主であるキリストは、私たちが最終的に直面する最大の課題である死に対しても勝利された。十字架にかかり3日目によみがえられたお方であります。そしてこのお方を信じるときに、私たちもこの復活の命に預かり、すべてにおいて勝利者として生きることができます。11節から14節を読みたいと思います。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。私たちはキリストを信じたときに、キリストと共に生かされている、復活の命を与えられている、そしてキリストが死に勝利されたように勝利者として歩むことができる、キリストの勝利者としての歩みの中に生きることができる。15節。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に
従えて公然と晒し者になさいました。キリストの勝利の列に加えていただいているという恵みが私たちに与えられている。キリストを信じたその瞬間から私たちは輝かしい勝利の人生を歩んでおります。ローマの信徒への手紙8章37節。私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。キリストの勝利の列の中に加えていただいている。このことを感謝しながら生きるときにさらに深い信仰の恵みを受けることができます。私たち一人一人信仰的に成長したいと思います。神様が私たち一人一人を愛していてくださって、不思議な技を今も行ってくださるから、さらに深みへ踏み出したいと思います。キリストに根を下ろして生活をしたいと思います。すべての支配と権威がキリストにあることを感謝しながら歩みたいと思います。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちはキリストの勝利の列の中に加えられている、その恵みを感じながら生きていきたいと思います。この1年間を通してさらなる信仰の深みを踏み出し、神様の恵みをいっぱい受けて歩みたいと思います。2023年、皆さんお一人お一人にとって素晴らしい年となりますように心よりお祈りいたします。アメン。